はい、どうも皆さん、こんばんは。GP2020 ですね。やっていきたいと思います。何個か、もう動画の方上げてるんですけど、なんかあんま説明とかもなく、プレイ動画を垂れ流しみたいな感じだったので、今回ちょっとね、変わった部分とかっていうのを見せていきたいなと思います。これがメイン画面で、クイックモード、キャリアモード、マルチプレイヤー、カスタマイズ、ヒストリック。まあ、この辺はほとんど変わってないんですけど、ヒストリックモードが、イージーと普通と、難しいって言っても、60%、90%、120%。難易度の設定は前と変わってなくて、これ最初の設定で僕が普通のコースみたいなのを選んだからなのかちょっとわかんないんですけど、なんかレベル高めです。もともと最小のレベルが20からで、マックス120なんで、もうこの時点でね、決してイージーではない。で、このなんか下についてるダイヤみたいなのがあるんですけど、これが要はお金になってて、今右上についてる3400っていうのがお金で、ランダムにライダーが出てくるので、それと交換できると、4ストロークと2ストロークってあって、これもランダムに入れ替わる感じです。で、ライダーをこうアンロックしていくっていうような。新しく出たライダーっていうのは、2ストの方はいるんですけど、4ストはそんなに変わってないかなっていう。マルケスとか前作はいたんですけど、削られた感じですね。当然、加藤大二郎選手、宇川徹選手、まだ出してないんですけど、中野慎也選手。こちらはおります。で、今回は、ケーシー・ストーナー選手、ホンダの、RC23V を使って、マレーシアですね。やっていきたいと思います。Starting grid where riders and engineers are talking over the last few details before the start of the race. The Sepang track is ready to welcome this latest edition of the Malaysian Grand Prix. Just a few moments to go. 日本語版が出た時どうなるかちょっとわかんないけど、それはそれでちょっと気になりますね。変わったのがコンピューターがすごいクラッシュしやすくなった。今も何個か転倒あったんですけど、結構転倒するライダーが増えたかな。レースしてても普通にぶつけてきて、そのまま本当に無理やり転ばされることも全然多々あるし、結構その辺がなんかね、よりリアルになったって言ったらいいのかちょっと分かんないですけど、まあかなり難しくなったかなっていう。前のゲームに比べるとなんか結構動きがもうちょっと複雑になったっていうのかな。あー、なんか前の作品に比べるとすごいなんかね、操作が難しくなった印象はありますね。多分ジョイントブレーキとかその設定があるので、最初はそれをやった方がいいのかなって思うような感じです。これ結構ね、2ストローク と、このヒストリックの4ストロークと、まあ、元3、元2、元 GP ってあるんですけど、マシンの癖がまたさらにひどくなって、ひどいっていうか、まあ、かなり強くなって、危ねえ、そうみたいな。でしかもね、僕ね、セパンってあんまり好きじゃなくて難しいんですよ。ここほらカピロシが転倒しましたけど、こんな感じでね、結構転んじゃうんですよ。であとはメーターの部分見てると分かると思うんですけど、タイヤがね、
ちゃんと表示されるようになって、今回は多分そんなタイヤのあれは色が変わるだけでこれ減ったりもするんで、長期戦のレースとかになるとタイヤのコンパウンドの選び方とかっていうのも結構変わってくるポイントになります。でヒストリックはね、これ多分さっきも言ったかしか分かんないですけど、マシンの個体差が激しくて2ストロークはそんなことないんですけど、これフォーストの場合、時代が10年ぐらい結局こう歴戦のマシンが出てくるので、RC シリーズで言っても211から213まで確かあるので、何が言いたいかっていうと、スピードが全然違うんですよ。こっちの方が、この要はケシ・ストーナー選手のこの、あぶねえ！ストーナー選手の RC213V だと、まあ、そこそこ最初の加速でもぶっちぎっていけるんですけど、他の古いマシンとかだと結構ストレートとかでも抜いてかれたりとか、後ろから抜かれたりすることとか、僕が前その加藤大二郎選手で上げてる動画があるんですけど、あれフランスの最後で直線でね、ドゥカティのねロッシに抜かれるっていうギリギリのところでっていうのもあったりするんで、これもし買ってる人いてね、まあ分かってると思うんですけど、ヒストリック進めるときは割とそのまあね、好きなライダーでやるのが一番なんですけど、勝てないなとか結構僕もこれ行き詰まったんでっていうときはね、割と新しいマシン使うのをおすすめします。まあこれもね出てくるの運なんでね、多分みんな同じタイミングで出てくるのかどうかちょっと分かんないんですけど、僕は結構このストーナー選手を使ってレースはやります。まあ、別のねライダー使うことも当然あるんですけど、ただ明らかにマシンの性能が違うなっていうのはなんか感覚で感じました。もうね3秒ぐらいインターバルあるんで、もういいかな、大丈夫かな、転ばなければ。うん、本当に難しい。あー、ミスったミスったミスった、許して許して。ああ、はい大丈夫。結構難しいっす。最初の多分難易度はビギナーみたいな、そのイージーみたいなの確か選べるんですけど、僕なんかその普通にしたのがあって多分全体的な多分難易度が上がってるんじゃないかなって僕はちょっと思ってますけど、まあ、一応ね経験者ってことなのでそこはやりましたけど、まあ、初心者は普通のイージーがおすすめですってな感じで、こんな感じで、まあ、3周一番これがね簡単なモードで 60% の難易度でした。でこれをひたすらこなしていかないと全ライダーアンロックできない、プラスそのお金みたいなのもこうやって集めないといけなくて、お金集めると切り替わって、うわマシンしか出てこない、これライダーも出てくるんですけど、ライダー地味に集めすぎちゃって買うか、こうやって買っていけるんですよ。でこれ買うと使えるようになるみたいな感じ でここも1回レースして勝つと変わるんですけど、これ 1,2,3 ってあって、4位で変わってもレース変わんないんですよ。でアラゴンで例えば4位だとまたアラゴンやり直しみたいな感じの、結構鬼畜ゲーというか、僕はこれかなり難しくなったなっていう風に思いました。今回は簡単な紹介動画だったんですけれども、ちょっとねヒストリックモードの今回は紹介でした。また皆さん動画見ていただければと思います。それではご清聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではバイバイ。